皆様こんばんは、中村ひろこです。さあ今日はいよいよ私たちのプログラムのアンコールの5曲目一番最後の曲になってきました。モーツァルトの有名なトルコマーチを弾くことにいたしましょう。じゃあ今日は野田さんに弾いていただきましょう。はい、今日はね、野田さんにこのトルコマーチ弾いていただくんで、このテキストをねご覧になったと思うんですけれども、皆様にねまずちょっと一言お詫びがあるんです。でこれはね一番最初のね小説の左手がねミスプリントで間違ってますので、今ここご覧になってらっしゃる方はぜひこれを訂正していただきたいんですけれども、どう訂正するかと言いますと、なんとこれがね、こうなってます。ちゃんとさ正しい弾き方ではであるはずなんですけれども、ここの印刷ではと F ドアになってるんですね。ですからこの最初の派ね、どういうふうにやるかっていうと、こうね、これ、そして置いといて、これに組み合わせて、これは小太鼓でタタタタってやるでしょ。なんていうの、鼓笛隊みたいな、ね、少年の子、あれの音よ。それからこれ、この時にね、ロマン派、これロマン派ね、ちょっとねというロンレガート気味をとつなげるの、ね、ここのところはとても難しいの。ここでねヨレヨレするとね、誰でも小さいお子さんが弾く曲だからね、なんて目立っちゃうでしょ、ね、それからどちらかというと最初の時よりかちょっともうさらに小さく、そしてね、これをもしもショパンだったらこういう感じでも。もしもショパンだったら
粒を揃えて、それにはね、原則的にあんまりこういうところを使わない、指で弾く。ロマン派も指で実は弾くんだけれども、これはもっとそうね。でしかもね、あんまりペダルは多く使わないことで、もちろんホールの響きとかね、そういったその時に自分に与えられた状況で多少の変化はあるんだけれど、原則的にはあんまりペダルを使わないことと、それからフォルテとピアノを、これフォルテとピアノというよりかメゾフォルテとかメゾピアノとか、そういったもう一つね、中の枠をもっと明確に細かくね、引き分けるような、ここで聞いてね、そういう練習しましょう。でね、ちょっと最後いきましょう。こうタタタタタタンってなるところから、これがね、ちょっと弾いてみて。ただもうそんなに動かさなくても弾ける。そうでね、こういった特にモーツァルトはそうなんだけれども、こういう古典的なピアノの基本的なね、音の作り方っていうのは、まあ、ちょっと風変わりな言い方かもしれないんだけど、指が常にねキーに対して直角に入ってることなの、どの指も。だからね、ウィーンのね、一時代前のピアニストの演奏っていうのはそういうところがとってもあるのね。例えば日本に私もね、小さい時可愛がっていただいたリリー・クラウスって、あなた覚えてらっしゃるかしら。もう随分のお年だと思うんだけど、そのピアノの先生っていうか大家ね。それから最近ではイングリッド・ヘブラーの、ね、彼女の奏法なんて、テレビでねクローズアップになった時にこうやって見てたらね、随分こう古いのね。で古いと言ったら何なんだけど、それでねショパンやなんかも彼女が弾いてしまうんで、そういうところで古いなというかね出るんだけれども、モーツァルトやハイドンなんか弾く時はね、こう直角ということはどういうことかというと、まあ基本的にここが高くなければいけないことね。そして常にね、そうすると音がとってもね明快になるの、その直角に入っていると、全ての音が響いてくるわけで、それはどういうふうにするかというと、手首を安定させること、硬くというのではなくて安定させることね。だから手首および肘、これをあんまりこうしたことしない。ただしね、フレーズの尻尾ね取るときから、あるいはまた場合によって入れるとき、そういうときにはここを使うことももちろんあるのよ。ただね、本当に何とかの一つ覚えじゃないけど、こうやって弾いてるっていうんじゃない。だけど基本的にはそういうことね。ですからね、手首の安定ということ、それから音が常に直角に入っていったら変な言い方だけど、そういうところがはっきりと違う、ロマン派とね。じゃあごめんなさい、ちょっとあなたをそらしちゃったけど、ここから最後行きましょう。緊張して弾きましょうね。右手の方に気を取られて、左ラッチャチャチャラッチャチャチャラッチャチャチャになっちゃうからね。はい、じゃあちょっとね、だんだん時間が来てしまったから、基本的にはそういうことで。でね、あなたに伺おうと思ってたんだけれども、あなたは今音楽学校卒業なすったの、はい、で4年生の音楽大学行ってらしたわけね。で今までになんかピアノ協奏曲のようなものを弾いたことありますか？モーツァルトの2台ピアノはやります。そう、はい、その他にはコンチェルトなんてあんまり弾いてらっしゃらない？はい。そう、はい、ね、例えばあなた去年卒業なすった。そうです、ね、はい、じゃあね、卒業する年の最後に1年間にどんなものを練習なすった？学校で4年の時ですか、曲、ベートーベンの109と、全楽章、そうです、はい、それからショパンのソナタの3番と、それから
あとエチュード、うん、ショパンのエチュード、はい、サンドとか、サンドと、はい、あとサンドを主にやってました。であとはバッハとか、バッハは平均率をそのまま続けて、うん、あ、平均率はあれですか、必ずレッスンの時に1曲持っていくような、はいはい、そうですか。それで、あとチェルニーとか何かそういったものはなくて、はい、あとはあのショパンでも何でも、うんうん、ドビッシーとか何か一つエチュードを持っ て, ます、うん、持ってたのね、はい、じゃあまあ、あの大体こう大きな作品というとそういったあの100ベートーベン109と、はい、ショパンの3番のソナタ、それからエチュード、はい、ということなのね、はい、でね、あの、まあ、あの今回ねこのレッスンをしていると全国からいろんな方からね、特にあの学生の方とかあの小さい方から、どうしたらピアノがね、あの手がこう強くなっていいあの演奏ができるようになるでしょうかっていうご質問いっぱいいただくのね。でね、私ね、大体こうその方々のお手紙を拝見したり、あるいはねこう他の方をこう実際伺ったりすると、あの基本的にはね、こうあなたも私も思うんだけれど、やる量が少ないと思うの、うん、だからね、例えばあの今こうしてテレビご覧になってらっしゃる、あの今これから音楽学校、高校とか大学を目指すような方、そういう方、まあそうですね、12、3歳から17、8歳ぐらいまでの方というのは、今 あなたがベートーベンの109、まあ、ベートーベンのソナタ、ショパンのソナタ、そしてエチュード、そしてバッハの平均、このくらいのものはね、1ヶ月か2ヶ月ぐらいの分量ね、なのね、だと思うの。でね、マラソンもそうなんだけど、とにかく引き込むいろんなタイプの音楽を勉強して、その時はそれチューブラリになることもあっても、とにかく短期間にものすごい量をやる、これがねもう何よりも一番力がつくことなんです。ですからあなたも、私コンチェルトをねやってらっしゃらないと伺って残念なんだけれども、一般的に日本の音楽学校行ってらっしゃる、まあ、学生の方々のお話聞くと、大部分がねコンチェルトほとんどやらせていただいてないのね、学校でね。ところが実はね、コンチェルトというのは研規模の大きな室内楽なわけで、しかも自分以外の方が、例えば指揮者とかオーケストラとか、実際にそういう人たちとやらなくても、ピアノコンチェルトですと伴奏があるでしょ、ピアノ でそういうね、ピアノ、第二ピアノを使ってね、自分と違う才能あるいは資質を持っている人と一緒のこうね刺激が得られるし、共演することによってね、であれはね、ものすごく基本的には音が出なければ弾けないし、でそういう曲を勉強して嫌でもね、そういうふうに弾かなければならなくなるから、いい勉強になるのね。でこのコンチェルトについては、私まとめでね、もっと皆さんに申し上げようと思うんですけれども、あなたもね、モーツァルトのこういった曲まず弾くには、もっといろんなねものができてたら、でもこれはあなたのせいじゃないのかもしれないんだけどね、でも学校でやってる曲で終わってしまわないこと、はい、ね、これからだからいっぱい勉強してください、はい、なんか尻切れとんぼになりましたけど、今後の勉強の成果をとても期待してます。じゃあどうもありがとう。本当にこうやって聞いてますとね、いろんな面で鍛えなければならない。でこの鍛えるというのは自分で考えることで、先生のご意見を待っててもダメなんです。じゃあまた来週。さようなら。